ただ今終わりましたからね、今からスクエア行きましょう。ニューテックス大阪3号館、1時25分か。そうやろうね、車をニューテックス3号館あの辺に置いてるんでね、ここから電車で行きました。今から電車で帰りますね。ちょっとパラパラしてるんだけどね、ニューテックス大阪どうなんだろうな、パラパラしてるのかな。あ、神戸さんとかガラガラよね、手前はガラガラよ。え、入るとこどうだったっけ、あれ、何時かったっけ。あ、ここや、分かんねえんだ。ここから降りましょう。これで12番出口。お、閉まってるの。前回いつだったかな、今年2回目でね、20年分ぐらい乗ったんだけどね、ほんまにわからないです。あれだね、まあ、それは使ってる頃は CH 化出てやからね、なんか名前も変わったらしいやつは。何言うのかな、大阪メトロ言ったかな。ほんでね、中央線、これ中央線やね、今から行くのもね、スクエア方面行くに乗るんやけど、それをね、説明がちょっとよくわからんかって、右往左往してて、中央線ってスクエア駅って書いてあるんだよな、中央線じゃなくて、ホームに。ほんでまた駅の方に聞いてさ、書いてないねんって。なんでかだったかな、ちょっと忘れたけどね、言ってることとね、表示が違ったんでね。あれあったっけ、セブンイレブンあったかな。ああ、分からん。駅構内にお知らせますか。すごいね、駅の近いしね。ああ、これさ、左やね。これか、違う、あ、これやな。これさ、中央線はここから乗れんの？あ、これ仕事したか、こっちや。
Thank you for riding with Osaka Metro today.